朝倉選手は身を置いた選手と戦うという話がありますね。この話を説明します。少し難しいです。これはライジンのペーパービューをアメリカで売るための宣伝です。これは結構わかる人もいます。榊原社長はライジンをラスベガスで開くと朝倉海さん、ミクロさんの弟に言ってました。ダメです。ラスベガスはブリューステッド、ビタミン州とのコントロールする州です。お金をかかってルールがたくさんあります。レディステッドという州があります。テキサス州と田舎の州です。お金をかからなくてルールが少ないです。アメリカは州のアシューデチック。コミッションがマネジメントします。ビジネスオブリュースターでは労働組合、ユニオンがマネジメントをしてお金がかかります。リュースターでは会社のオーナーがマネジメントをしてお金をかからないです。ライジンのペーパービューが売るなら、その州のマネジメントに任せた方が良いです。ブリュースターのマネジメントはライジンからお金だけ取ります。労働組合は成功しなくていいです。働く人はお金をもらえばいいです。レッドウィッシュでは、ライジンの成功を考えます。ミーウェイザーと朝倉選手は戦っても、ライジンの宣伝になりません。ミーウェイザーと朝倉選手の宣伝になるだけです。タローさんのミンシガン州は、ビリウィッシュですけど、もう破産しています。だから2000人ぐらいの人が来ればいいです。その代わり、ペーパービューのセールはライジンがもらうといいです。ライジンのルールは危険なので、やりたい人と見たい人はたくさんいます。日本の社長さんは、勇気のあるファイターにお金を出してください。無駄の宣伝はいりません。ライジンを尊敬するファイターは世界のたくさんいます。みんなで頑張りましょう。Namaste. Thank you for watching our program. Please subscribe our channel. See you soon. Bye bye.